はい、こんにちは。まえチャンネル前原で す。はい、今日はこちらとこちらですね。仮面ライダーゴースト、ツタンカーメンゴーストアイコンとコブラケンタイです。仮面ライダーゴーストの仮面ライダースペクターが本格登場し始めましたね、うん、それの、スペクター用のアイコンだね、これは、うん、ツタンカーメンゴーストアイコンです、うん、それとこのガンガンハンドに合体できるコブラケンタイ、これも出てましたので買ってきましたね、うん、で早速開けていきましょう。はい、じゃあエンジン君こっち開けてください。はい、パパこっち開けますね。よいしょ。あ、よし、取り出します。あら、これいろんなところにテープついてるな。はい、こちらがツタンカーメンゴーストアイコンだね、うん、11番だって。うん、じゃあちょっとボタン押してもらえますか。はい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 、上のシールツタンカーメンって書いてあるね。ほんとだ、ちゃんと11番だね。うん、はい、こちらがコブラ形態ですね、うん、今閉じてる状態ですね、うん、開きます。はい、開くともう形態だね、うん、普通の形態で、特にねこの辺何もないね、ボタンもないし、うん、光もしないし音もならないですね、うん、これはシールです、うん、はい、じゃあまずエシン君アニマルモードにしてください、はい、そう、これがまずここを倒すね、うん、そしてグイ、はい、持ってかガチ、こうエラーを開いて、これがコブラだ、うん、なるほどね、うん、簡単だね、うん、これだけだね、うん、こっちはコンドル電話で、こっちはコブラ携帯、両方とも電話系だったね、うん、最初はね、うん、でもコンドル電話の方がかっこいい、うん、しかも大きい、うんうん、コブラ携帯ちょっとチャッチー感があるな、うんうん、はい、じゃあ次にガンガンハンドへの合体やってみましょうか。はい、はい、伸ばす、ね、さらに伸ばして、伸ばして、でここエラーを閉じる。こっちにあるね、うん、こういうのね、うん、パーの状態でこのセットいきます、せーの、はい、はい、そしてあー、これでもうグーグーやって閉じるんだな、うん、そんな感じだね、うん、じゃあちょっとこれでトリガー引いてもらえます。おお、こうやってこうやってやってんだね、うん、おお、怖い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 、そんな感じだね。じゃあ必殺技お願いします。はい、おお、オメガファングって言った。うん、で携帯の音鳴ってたね、うん、ピボイ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 ってなってたね、うん、では次にゴーストドライバーでツタンカーメンゴーストアイコン、これをやってみましょう。はい、なんつった、ピラミッドは三角なんとか四角って言ってた。冒険四角だよ。冒険四角、うん、そんな、じゃあ必殺技お願いします。はい、目が黄色になってたね。うん、うん、うん、じゃあ次、大目玉。はい、じゃあ対決だ。来い、コンドル電話、来い、コブラ携帯、うわ、あへい、よし、よし、これこだ、うらついに勝った。
やばい。はい、ということで今回は仮面ライダーゴーストのツタンカーメンゴーストアイコンとコブラ携帯でした。はい、ということで今日の動画いかがだったでしょうか、うん、最近対決シリーズ多いかも。そうだね。なんだかんだでゴーストとかになっちゃうとどうしても剣とか武器になっちゃうと対決しちゃうけど、うん、おりゃ、まあ、おりゃお付き合いください。はい、はい、ということで今日の動画もし良かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のマイチャンネルじゃない YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますのでぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。